こんなところかな。帰って報告書にまとめようっと。とーよし、一気に行きましょう。当たって。まだまだ。これでどうだい？よっと。やればできるもんだね。いつもこれならいいんだけどな。ちょっと強くなれたかな。もっと効率が上げられるな。また一歩前進だね。どうするかな。どうかしましたか、ロジーさん。いや、俺も錬金術師なのにエスカよりやることがないっていうのも情けない話だと思ってさ。班長はいろいろやってくれてるみたいだし、俺からも何かできないか考えてるんだ。私は別にこのままでも大丈夫ですよ。ロジーさんがいてくれて大助かりです。そうやっていつまでもエスカに甘えているわけにもいかないだろう。よし、決めた。ちょっと支部長にどうにかならないか聞いてみよう。そういうのって申請とかが必要なんじゃ。待ってください。いきなりなんてロジーさんらしくないですよ。支部長、少しよろしいでしょうか。ああ、君たちか。どうだ、仕事には慣れたか。はい、おかげさまでどうにか。うん、それは結構なことだ。今後も町のために励んでくれ。それで私に何か用か。実は。なるほど、マリオン君から聞いていたが、やはりこちらの機材では不十分か。せっかく来たのにあまりお役に立てないのも心苦しいので。そう自分を卑下しないでくれ。準備が足りなかったのはむしろ我々の方だ。そうだな、何分急増だったし、アトリエ設備にはもっと予算をかけるべきだったのかもしれん。錬金術師が2人もいることだ。今後のためにも機材について中央に掛け合ってみよう。ありがとうございます、渋っ。よかったですね、ロジーさん。きっと何とかしてくれますよ。そういえばマリオン君からそういった要望があったので、研究への投資を許可することにしたのは聞いているか。あんまり詳しくないですけど、多分初めて聞きました。月の活動費を残しておけばそれなりの金額にもなるだろう。支部では余った活動費を使って設備の研究に投資することで活動に役立てることを奨励しているんだ。じゃあこ
動費を使って開発班の環境をもっと便利にできるんですか？簡潔に言えばそういうことになるな。マリオン君が管理しているはずだから、自分たちの活動方針に合った研究をすればより効率の良い仕事ができるだろう。わかりました。活動費に余裕があったら試し。ねえ、前に改造してもらった作業台だけど、他のものも同じようにできない？うん、できるよ。どれぐらい必要か後でまとめて出しといて。ありがとう、準備しとくね。そうそう、うちの玄関口直してくれただろ。本当に使いやすくなったよ、ありがとう。だから収納場所をあそこに作るんだって言ったんだよ。ついでで悪いけど、また見てくれないかな。もう少し書類を置ける場所が欲しいんだ。ああ、任せてよ。まだ試したいこともたくさんあるしね。何だったんだ、今の。よくこうやってみんなからいろいろ頼まれるんだよ。ここの設備は旧式なものばかりだからね。とはいえ、新しい設備を簡単に導入することもできないし、だったら不便なところを改造して仕事の効率を上げた方がいいだろ。実際お兄ちゃんが改造した設備が支部に正式に採用されたこともあるんだよね。へえ、前に怒られてたけど改造に成功した例も一応あるんだな。ここが不便だって頼まれたらやらなきゃいけないことは分かりやすいからね。ああ、なるほど。頼まれた通りに直せばいいだけだからか。お兄ちゃんの場合、自分で思いついて勝手にやったことで怒られるのが多いですから。いやいや、本当は不便だって分かってない人が我慢しながら生活してる時の方が厄介だよ。絶対に根本的に改造した方が便利なのに、なんとなく修繕だけで何とかしようとしてさ。それは放っておいていいんじゃないか。そのままでも大丈夫なわけだし。毎回呼ばれるのも仕事とはいえ大変なんだよ。この前の煙突詰まりなんて何度呼ばれたことか。それはわかるけど、勝手にやったら怒られるんじゃ。給料もらってるんだから言われた通りにしろっていうのが平島班長の方針だけど、やっぱり工夫次第で良くなるなら工夫した方がいいじゃないか。それはそうかもしれないけど、どっちがいいんだろうね。でも面白そうだからって好き勝手にやってるわけじゃないんだな。まあそういうのもちょっとあるのは否定しないかな。否定しないのかよ。でもわざわざ改造を頼まれるってことは、もっと落ち着いて人の意見をちゃんと聞きながらやったら怒られないのに。なんか今日は混んでないか？それも男の人がいっぱい。
何があったんでしょう。おや、二人も来ていたんですか。目当てはやはり新作メニューですかね。あ、ソウルさん、酒場にいるなんて珍しいですね。ソウルさんはあんまり量をたくさん食べない人だと思ってましたけど。ええ、普段はそれほど食べませんが、甘いものは別腹というところです。いやはや、この店は素晴らしい。私たちが何を求めていたのかを。へえ、そんなに気に入ったんですか。では私はこれで。ふん、今日から通う店が増えそうだ。ロジーさん、私たちも食べていきましょうよ。いや、それにしたって何か店の雰囲気がおかしくないか。そうだよ、おかしいんだよ。あれ、リュックさん、どうしたんですか。いやな、例の新作パンケーキをメニューに追加したんだけどよ、それがすごい人気になっちまってな。へえ、よかったじゃないですか。そうじゃねえ、俺はもっと女の子も来るような華やかな酒場にしたかったんだ。なのになんで客が男ばっかり増えてるんだよ。新作メニューは女の子向けのデザートだぞ。うまい、このデザート最高にうまいっすよ、おやっさん。俺、おやっさんの作るデザートだったらどんな量でも平らげてみせます。やかましい、お前ら一体いくつ食ってんだ。腹壊しても知らねえぞ。ったく、こんな調子で甘いもの好きな男と何でも食う男どもしか来やしねえ。売れてるなら問題ないんじゃないですか。女の子が来てねえじゃねえか。何のためのデザートを作ったと思ってやがる。あの、私も女の子なんですけど。いやいや、エスカちゃんの食いっぷりはどちらかといえば男連中に負けない立派なもんだぜ。それはまあ一理ありますね。そんな、ロジーさんまで。ああ、もうやめだやめだ。女の子に流行らないなら新作メニューは今をもって終了だ。もったいないですよ。いや、もう決めたね。こんなのはもうこれっきりだぜ。あれは多分量を調節するだけで大丈夫なんじゃないのか。残念です、食べたかったのに。どうもお疲れ様でした。どの依頼、どうもこの依頼で。どうも、どうもおつかそ。今日はどう、どうこの、どういる？あ、マリオさん、お疲れ様です。どう？仕事の方はもう慣れた？まだまだですね。ロジーさんはすぐに終わらせて出かけちゃったのに。焦らなくていいのよ。
ゆっくりでも期限に間に合ったらいいんだから。まずは仕事をきっちり終わらせることを覚えてちょうだい。はい、頑張ります。それより、私そんなにあなたに仕事を回した覚えがないんだけど、どうしたの？さっき資料室の整理を頼まれたから、先に報告書の方をやろうか迷ってて、あとホールのお掃除を頼まれたり、町の人から頼まれたことをソウルさんに申請しに行ったりしないと。ちょっとちょっと待ちなさい。そんなに引き受けて期限は大丈夫なの？でももう頼まれちゃって。だからってそんなに処理しきれないでしょう。はい、すみません。実は終わりそうにないんです。まったく、もうソウル君への申請は私が出しておくから、あなたは自分の仕事が終わってから人の手伝いをすること。いい？すみません、マリオンさんに余計な手間をかけさせちゃってそんなに落ち込まないの？やる気があるのはいいことじゃない。ただあなたはそうやって頑張りすぎるところがあるから、そこは注意しないとね。あ、気をつけます。調合しよう。材料何にしよう。これでいい。よし、始めよう。これもいけるかな。うん、いい感じ。まだ大丈夫そう。純ちゃん、どれを使おうかな。これでいいか。それじゃあ、やったー、できたー。レベルアップ。材料何にしよう。材料何にしよう。これでいい。よーし、始めよう。これでどうかな。これでどうかな。うまくいきますように。どれを使おうかな。これで。それじゃあ、やったー、できたー。レベルアップスキルを覚えたよ。
うしよう。材料何にしよう。これでよし、始めよう。これでいい？完成したよ。材料何にしよう。これでいい？よーし、始めよう。これもいけるかな。順調。これでどうかな。どれを使おうかな。これ、それじゃあどの戦力を引き継ごう。これでいい？完成したよ。レベルアップスキルを覚えたよ。よし、他に設備の追加投資ね。何がいいかしら。それでいいの？それでいいの？それでいいの？他に、な、さてと、次は何を調合しようかな。あれ、どうしました？いや、最近はエスカの調合の腕も上がってきてるし、いよいよ俺にできることがなくなってきたなと。そんなことないですよ。
ロジーさんがいない間に調合するなんてまだちょっと不安です。それはそれで錬金術師としてはどうなんだろう。別にいいけどさ。お疲れ様。どう？仕事は順調？あ、マリオンさん。ロジー君に朗報よ。中央の機材を仕入れることができたの。本当ですか？よく手に入りましたね。支部長がいろいろと根回ししてくれたからね。今整備班が設置してくれるわ。はい、わかりました。どんな機材が来るのかな。ほらそこ、足元に気をつけてね。ああ、もうちょっとそっちに。そう、そこでいいわ。よし、できたわよ。二人とも、はい。なるほど、錬成機ですか。これなら俺にも使えますよ。あら、見ただけでわかるの？私にはなんだかさっぱりわからないけど。それじゃあ、確かに機材は渡したわよ。今後も頑張って仕事してちょうだいね。はい、ありがとうございます班長。鍛冶屋さんの工房みたいですね。包丁を研いだりできそう。確かにそれに近いな。けどこの錬成機も錬金術の機材だ。素材を掛け合わせて道具を作る錬金術とは違って、錬成は素材を使用して装備品の能力を引き出す。素材の持ってる能力を組み合わせたりして装備品を強化したりすることができるんだ。強化ですか。確かに錬金釜じゃそんなことできないな。なんだかちょっと面白そうですね。それ私にも使えませんか？教えてやれないこともないけど、ものすごく頭を使うぞ。え？頭ですか？こう杖でぐるぐるする感じじゃなくて、元の形ある装備品に無理やり素材を混ぜて能力を引き出すんだ。適当にやったらかなり危ない。その時にかかる負荷を計算して細部の調整をしっかりやらないと。そんなの無理です。そういうのはロジーさんにお任せします。俺から見ればエスカの調合も難しさでは似たようなものなんだけどな。まあエスカは今まで通りやってくれればいいよ。お願いします。そういう細かい計算は苦手です。